感じだね。まあまあかな。体重はバッチリだね。まあまあかな。はい、何です？嬉しいか？よしよし。今週はレースがあるよ。
はい、何です？一番人気。ただいまより投票受付を開始します。観衆の熱気が夜空へと吸い込まれているかのようであります。帝王賞のスタートです。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。ハッピースプリント、先頭12番クリノスター王、これが一番人気の片野アメリカン。戸崎騎手、この手応えはどうか。北方たる前がかわしていきました。外を通って当選ガラス、内から1頭クリストライト、その後ろでやりましょうか。日本ピロアワーズワンダーキュート、それから8番カキツバタロイヤル。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー、それから11番ジョーメテオ、そしてその後ろから2番ユーロビート、一番後ろにグランディオーソでやります。もう一度整理しましょうか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はクリノスター王であります。バラバラになっています。ちょっと離されまして、10番ハッピースプリント、今日も勝利をつかむか。片野アメリカンと戸崎騎手、当選ガラスが並んでいっています。まもなく第3コーナー、そのうち北方たる前3番プロイバタイ、日本ピロアワーズ、その外からは9番クリストライト、そしてその後ろから6番ワンダーキュート。さあ、大井競馬場に詰めかけた観衆のボルテージが最高潮に達します。片野アメリカンが2番手、このまま抜け出すか。クリノスター王が抜け出した。片野アメリカンが差を詰めてきた。ムチが飛んだ。戸崎と片野アメリカン、クリノスター王先頭、片野アメリカンかわして先頭に立った。さあ抜けました。片野アメリカン、クリストライト懸命に追う。片野アメリカン1着、1番人気に見事応えました。馬がレースから帰ってきたね。はい、何です？